ペーパークラフトみこしの作り方。この動画ではペーパークラフト高速運行みこしライダーの作り方をご説明します。ある良い道具はカッターとハサミ、カッターマット、ボンドかのり、 5mm 幅の両面テープ、輪ゴム、割り箸が2000、直径 5mm のストローです。刃物を使うときは怪我をしないように注意してくださいね。まず両面テープを貼っていきます。台紙を用意して 5mm 幅の両面テープをハサミで切って貼っていきます。糊やセロテープでも作れますが、両面テープだと早く綺麗にできます。糊しろ部分に両面テープを貼り付けます。少々はみ出ても後で切るので気にしなくて大丈夫です。すべてのパーツの糊しろ部分に両面テープを貼り付けます。はい、全部貼れました。次にパーツを切り出します。カッターマットとカッターを使い両面テープごと切り出します。ハサミよりカッターの方が細かい部分を切り離しやすいと思います。はい、切れました。ここでパーツごのふさかさりを裏返し、上側に両面テープを貼っておきます。ふさかさりは8つに切っておきます。パーツ8の車輪固定具も裏返して上側に両面テープを貼っておきます。こんな風に下側は線に沿って切っておきます。次にパーツに折り目をつけます。こんな感じでパーツ1から4に折り目をつけます。全部山折りです。折り目をつけることで組み立てやすくなり、仕上がりも綺麗になります。本体の組み立てです。パーツ1と3を箱の形に組み立てます。パーツには折り目をつけるだけ。裏から見るとこんな感じです。パーツ4は上が開いたままの箱の形になります。四隅の黒い部分を挟むようにパーツ5のふさかさりを貼り付けます。こちらは裏から見たところ。出来上がりはこんな感じです。各パーツが完成したらパーツ1から3の裏側にボンドや糊をつけます。両面テープでは接着面が歪みうまくつかないことがあるので、糊やボンドがおすすめです。パーツ1から順番に積み上げます。パーツ1と2をくっつけるときは向きに注意してください。パーツ1のこちら側にパーツ2の三角が来るようにしてください。斜めから見るとこんな感じです。輪ゴムで軽く留めて微調整をしたら乾くまで逆さにしておきます。車輪の組み立てです。まずパーツ6と7を重ねて貼ります。ボンドを使いましたが両面テープでも OK です。車輪の真ん中に目印の小さな穴を開けておきます。こうすれば裏から見ても車輪の真ん中がわかります。2000の割り箸を割ります。この2本はそのまま使います。残りの2本を使って4センチくらいにカットした棒を4本と、お箸の細い方を使って6センチの棒を1本作ります。こちらの残った部分は使いません。直径 5mm のストローを長さ 3.5 センチに切ります。6センチの割り箸をストローに差し込みます。きついようなら割り箸を少し削ります。
割り箸をストローに差し込んだまま、両端にパンツハチを巻きつけます。細長い部分を鼻のように開き、ボンドや糊をつけます。車輪をつけます。できました。かき棒を組み立てます。ここでは作り方説明書の裏を使います。長い割り箸2本をガイドに置いて、セロテープなどで仮止めします。ガイドの黒丸の位置にボンドを乗せます。4センチメートルの棒2本をガイドに沿ってくっつけます。ガイドの真ん中に本体を差し込んで、ちゃんと入るか確認します。乾くまでしばし休憩です。車輪とかき棒を合体させます。ボンドが乾いたかき棒を作り方説明書から取り外します。だいたい2センチ以上の高さの何かを台にして、その上にかき棒を裏返しておきます。4センチの横棒がある側が下です。真ん中あたりにボンドをつけて、車輪を置き、4センチの割り箸でストローを挟むように固定します。さらにボンドで補強し、乾くまで置いておきます。完成まであと少し。ボンドが乾いたら、本体とかき棒を合体させます。かき棒をひっくり返します。ストローが下側になります。かき棒のこの部分にボンドをつけて、本体をはめ込み、お好みで飾り付ければ完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。市税のお支払いには便利な口座振り替え、コンビニ、スマホ払いをぜひご利用ください。えいやえいや。